セントマリー・リバー・ルイソーは、アルバータ州南部とモンタナ州北部にある、カンパニアンからマーストリヒチアンまでの地層で、カナダ西部大石盆地の一部。1883年に、ジョージ・ドーソンによって、セントマリー側の路頭が報告されたのが最初で、その川にちなんで命名された。地層から産出する化石は、恐竜、イ枚イ、古植物、そして生ン化石を含む。 セントマリー・リバー・ルイソは一般に二つのユニットに対別できると考えられている。地層の下部30から60メートルは、気水域の環境を保存しており、かなり微細な砂岩、灰色の結岩、古気な交渉、炭化した、低岩、石炭層によって特徴を付けられる。上部層は、炭水の出現と氾濫源の環境を保存している。そちらは混ざり合った砂岩と知ると、 炭素清潔岩と石炭の層によって特徴付けられる。セントマリーリーバー類層は山脈から西に流出した堆積物からなるくさび型の大きなユニットの東側の一部である。クラウンズネストからキャッスル側にかけてでは762メートル、オールドマン側では457メートルの厚みがある。セントマリーリーバー類層はブラッドリザーブ砂岩の上に堆積する。その上には ミロークリーク類相が堆積する。それは、モンタナ州、グレーシアーカントリーから、アルバータ州、リトルボー側まで広がる。ホース州キャニオン類相と、同時代の相乗に区分され、それらは混ざり合っている。ありがとうございます。